アーサー・アーレインルンドは、スウェーデン、ベステルボッテン兼梅押しソバー地区出身のクロスカントリースキー選手。1960年代に国際大会で活躍した。自身初めてのオリンピック出場となった、スコーバレーオリンピックでは 50km で13位だった。1962年のルディックスキー世界選手権、個人 15km とリレーの2種目で金メダルを、 獲得5 0トルでも銀メダルを獲得し、ホルメンコーレンスキー大会5 0トルでも優勝した。これらの活躍により同年のスベンスカ・ダーグブラーデット、金メダルを受賞した。1964年にインスブルックオリンピックでは1 5トル1 3位、3 0トル7位、5 0トルでは銀メダルを獲得、リレーでは金メダルを獲得した。 1967年のバーサロペットで優勝。1968年、自身3度目のオリンピックとなるグルノーブルオリンピックでは 15km11 位、50km10 位、リレーで銀メダルを獲得した。また、ホルメンコーレンスキー大会 50km で2度目の優勝を果たしこの年のホルメンコーレンメダルを受賞した。1968年トイネグスタッフソンと結婚。 ホルメンコーレンメダル史上二組目の夫婦受賞者となった2011年1月5日に死去。ありがとうございます。